後連は中国全館の武帝が制定した、強距離戦の殺し許科目の一つ。後連とは父母への好順及び物事に対する、連正しな態度を意味する。後連は、殺し去爪科の中で最も重要視された科目である。元光、元年、武帝は、当中女の権儀を入れ、毎年国軍ごとに、校者連派各一名を推挙するように命じた。 やがてこの種の冊子挙は、公連と通称されるようになり、官大殺挙制の中の最重要科目としての地位を占めるようになり、官大の官人の主要な選抜手段となった。儒教的な教養と素行を兼ね備えている人物が、主に推挙された。公連により推挙された人物は中央に派遣された。後、直ちに官職に就かず、まずは、老所に配置され老官となった。 これは、宮廷宿営を担当することで朝廷の実務を、実地体験しながら学習することを目的としていた。このようにして、一定期間経過された後、品代の結果により、県令、長僧、あるいは、中央官職に選抜される制度であった。要吉見元年、少書令の左四の権議により、公連に応じる者は、満40歳以上とされ、同時に、 受精出身の高連生に対しては、刑術、分離出身の場合には、戦争の試験が義務付けられた。これ以降、正規の管理登用試験として整備されていった。しかしその後、役人と権力者、豪族の結びつきが強くなると、権力者や豪族の指定が優先して推挙されるようになり、この制度は境外化していった。本官任法が施行されると、 この傾向は、より強くなった。高連化は、地方長官による、推挙制度から、過去制度への過渡期の制度であったと言えるだろう。ありがとうございます。